桑原美木根は、日本の政治家、内務官僚。1946年に、関西愛知県知事に任じられ、公職追放された後、公選で当選し、同知事を6期24年にわたって務めた。1987年愛知県名誉県民。訓一等局実大受賞受賞。山梨県南鶴郡妙県村で、養蚕農家の七、男として生まれた。 兄は、大臣院判事を務めた、桑原達夫木。山梨県第一中学校鶴文校、旧制第一高等学校から、東京帝国大学法学部を経て、内務省に入省。1935年、福島県書記官、経済部長、同年に、内閣東北振興事務局書記官に就任。1936年、内閣東北局長に就任。 日本商工会議所と東京商工会議所の専務理事を務めていた1941年8月、東北工業株式会社の副総裁に選任される。1945年4月、東北工業の総裁に就任。同年7月10日の仙台空襲により、東北工業の本社は消失。終戦の少々役員寮の八条間で聞いた、桑原は、雨戸を閉めて、 暗くなった部屋で4、5日間一人で閉じこもっていたという。ペンを持って何かを書こうとしましたが、書くことはできません。心の底の悲しみは簡単には消えませんねと後に回顧録で述べている。感慨から身を引く決心をし、公認を決めて1946年6月30日の株主総会で総裁を辞職。7月初め。 東京の渋谷区の焼け残った自宅に引き上げる。山形県の天道温泉に疎開していた家族も東京に戻り再開を果たした。7月7日夜、自宅に帰ると当時ないぬ時間だった飯沼一長が待っていた。愛知県知事の早川三郎が公職追放を受けたため公認として桑原の名が上がったという話であった。翌日、飯沼に断りの返事をするも、 たくさんの先輩、同僚たちが次々と追放された。後に残されたものの義務として立て直しをしなければならないと説得される。7月9日の記者で名古屋市に向かい、同日付で愛知県知事に就任した。1947年3月5日、初の厚生愛知県知事選挙に立候補するために知事を辞職。 知事選は3月15日に告示されるが、その10日後、東北工業副総裁時代に関係していた会社の戦争関与が問われ、公職適非審査委員会から追放決定の通知を受ける。桑原は、東北振興パルプと東北振興アルミの役員を兼ねていたが、前者が王子製紙との、後者が昭和電工との合弁会社で、それらが共に、 有数の財閥会社であったことから追放の対象になった。桑原は急遽、感染最後の知事で、元内無官僚の青柳秀夫に出馬を要請し、青柳は4月5日に行われた選挙で、初当選した。1948年7月、東海証券の社長に就任。同時に、名古屋証券業協会の会長にも就任した。 同年10月、ホテル丸エの初代社長に就任。1950年10月3日、追放が解除され、翌年4月の第二回公選知事選に向け活動を始める。中区栄町の空き地にバラックを建て、これを選挙事務所とした。社長を務めていたホテル丸エの一室を作戦本部とし、石黒光一らが陣取った。選挙事務長は、 青柳秀夫が務めた。南仏は自由党の公認をめぐる争いであった。桑原は、早くから大野万博や佐藤栄作幹事長に渡りをつけ、岡崎勝夫にも、同期の吉見で手を回したが、地元の国会議員を頭越ししたのがこじれる原因となった。愛知県選出の国会議員中、山田最一県支部長、江崎増美ら10人は、 元一宮市長の吉田一万字につき、辻上一草場隆園ら5人は桑原についた。結局決着はつかず、2人とも公認を名乗って、選挙戦に突入した。当時の公選法では当選者は、有効投票の8分の3を獲得しなければ、ならなかった。候補者は7人。新聞は、各市決選投票になるとの予想を立てていた。 中でも有力と見られていたのが、社会党の推薦と労組の支援を受けた、全福知事の桐谷勝三郎であった。1951年4月30日、愛知県知事選挙執行。候補者7人中最多の票を獲得するが、法定得票数に達しなかったため、5月11日に2位の吉田一万次との決戦投票が行われる。 開票は同日、名古屋市を除いて、県会姿勢に行われた。即日開票分は吉田475,293秒、桑原466,404票で、吉田がリードした。4月30日の選挙で、名古屋市で5万票ほど吉田を引き離していた桑原に、とって、名古屋の開票分が頼みであった。翌日、吉田との差が、じりじりと迫る中、 相手陣営への田島義文の車が選挙事務所の前を吉田当選。当選確実と言って通り過ぎ、桑原の一時は取り返しのつかないことをしたと思ったという。そこへ中村区の票が加わり逆転。吉田をわずか3670票差で交わし、初当選を果たした。自らの辞職によって繰り上げ選挙を二度も実施した岐阜県知事の無党。 吉見門から、次もやるなら、繰り上げ選挙をやりなさいと勧められ、1955年1月17日、人気満了を待たずして辞職。辞職は、対立候補の用意が整う前に選挙に持ち込む、不意打ち作戦だったとされている。社会党は、尾張徳川家19代党首の徳川吉地に、白羽の矢を立てるが、本人に受ける気はなく、 参議院議員の栗山義夫、大学講師の伊藤竹浦に断られた後、当県連合会前会長の佐藤一平を擁立。同年2月15日に行われた知事選で佐藤を破り再選。1967年5月10日から1975年2月14日まで全国知事会会長を務めた。1971年の知事選はフランス文学者で、 工事園の共同編纂者の新村武氏との一騎打ちとなった。桑原103万7290票に対し、新村91万5477票で、僅差で6期目の当選を果たした。名古屋市内では逆に9万票の差をつけられて負けた。1973年、君一等局実大受賞を受賞。1975年2月14日をもって、 知事を退退いたた引退後も政治活動は続けた1980年6月に行われた衆参同日選挙では参議院愛知県選挙区から自民党公認で立候補した外務官僚の大木博士の選対事務長を務め優先した。1987年愛知県で初の名誉県民となった。 1991年4月11日、心不全の試し去。95歳没。同年5月16日には、愛知県民葬が営まれた。ありがとうございます。